行きは右足、この細い間を速い、帰りは左足。これはポイントはどうですか、できるだけ早く回った方がいいですか。まずはマーカーにぶつからない。皆さんこんにちは、 To be strong アスリートナビゲーターの田中大輝です。さあ、この動画ではトップアスリートのジュニア時代についてたっぷりとお話を伺ってまいります。今回もお話をいただくトップアスリート、こちらの方です。こんにちは、アイナック神戸レオネッサの田中美奈です。よろしくお願いします。さあ、今回はアイナック神戸レオネッサ田中美奈選手に実演でサッカーの技術についてお話を伺っていこうと思います。まあ、家の近くとか家の中とかでできるトレーニングっていうのを教えてもらいたいんですけど、はい、狭い中でもできるということでマーカードリブル。マーカードリブル、はい、あ、ここでできるんですか。はい、できます。この細い間隔、狭い間隔でできますか。できます。これだったら確かに1、2、3、4、家の中でもできますね。できます。じゃあ具体的にポイントを教えてください。はい、そうですね、まあ、まず両端を同じように使えたらいいと思うんで、両足で、はい、この細い間をインサイドとアウトサイドを両方使うっていうのを意識し、まずして右左。難しくないですか。できますできますか。だって5、60センチの幅ですね。まあ、難しかったらちょっと幅広げてもらって、はいはい、できるようになってきたら徐々にこう狭めていくっていう、はい、この前の動画インタビューでも話しましたが、これがマーカードリブル、いわゆる、はい、今でもやりますか。今はやらないですけど、この前自粛期間の時は、公園で置いてやりました。なるほど。さっきは両足でポイント間を行きました、はい、じゃあ今度はこのバリエーションを教えてください。今度は まず利き足だけで、右だけで、はい、右だけで。すごい。これはポイントはどうですか、できるだけ早く回った方がいいですか。まずはマーカーにぶつからないように、マーカーにぶつからない、丁寧にやる。そして慣れてきたらちょっとスピード感持って、丁寧かつスピード感持って、はい。次は利き足ではない逆足、利き足ができるようになったらちょっと逆足にもチャレンジしてもらって。おお、すごい。すごい。左足、はい。これちっちゃい時結構やってました。やってましたね、ひたすら。ひたすら。これ何往復とか、何分ぐらいやってました。もっと長い距離並べて、はい、結構往復やってました。へー。で、あとやっぱ目線が大事になると思うんで、目線やっぱこうなっちゃうと、はいはいはい、こうゲームでってなった時に多分あの敵の動きとか見えづらくなっちゃうと思うんで、なるべく目線はちょっと頭を起こしたまま。あ、すごい。これボール見てるんですか。あ、ボール見てます。ボールも見てる。ボールも一応見てて、目線も、あ、前も見てる、相手も見てる。そう、慣れてくる と、ね、マーカー見て前見てっていうのが。本当だ。目線ちょっと注目してくださいね。目線、ってやると、まあ、ちょっと実践に近づくかな、はい、思います。じゃあ目線がすごい大事で、しかもポイントに当たってないっていうのが大事。あ、はい。で、両足、利き足、逆足でやって、もうワンパターンぐらいありますか。もうワンパターンは、まあ、インサイドだけ。あ、インサイドだけとか、あとは、アウトサイドだけ。アウトサイドだけ。あ、なるほど。あ、すごい。じゃあこれ行きは右足だけ、はい、帰りは左足だけとやってもらいますか。はい、行きは右足、速い、帰りは左足、お前さすが。じゃあ次、はい、行きアウトサイド、帰りインサイドでいきますか。右アウトサイド、行きアウトサイド、帰りインサイド。おー、すごい、お見事。さすがですね。やっぱこの細かいエリアの中でドリブルできるかどうかっていうのは、実戦で世界でも活躍できるかどうかっていうのはありますか。そうですね、まあ、どうしてもやっぱこの辺でプレーする時とかあるんで、その時にやっぱスムーズにタッチが細かくできるようになるっていうのはすごく大事だと思います。なるほど。
こうさっき目線が大事っておっしゃってましたけど、こう体の重心とかバランスとかそのあたりはいかがですか？は、例えばパスとかもらった時に、ちょっとずれたパスとかをこう止めるとやっぱ重心ぶれるし、はい、その後のプレーにつながりづらいんで、なるべくずれてもなるべく足を運んでボールのに対して真ん中で受けれるように意識するとどっちにもいけるっていうのは、生きてます今。なるほど、はい、いろんなパターンがこのポイントドリブルだけでもありましたけど、ぜひ皆さん参考にしていただいて、次回はシュートについてちょっと教えていただければと思います。はい、田中選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。